んにちは、ガミくんです。今回はこのイデア単体で使っていこうと思います。厳選終わってみんなに遊撃とかついたりしたんで結構使いやすくなったかなって。でこの友情、新友情の何だったっけ、グリッターボールだったっけ、これがねやっぱり結構強いんですよね。ただちょっと癖はある。これ必中友情じゃなくて味方の止まった位置に向かって撃つんで、結構悲しいこと、まあ誰にも当たらず通り過ぎていくみたいな感じのことも結構起こるから、あんまり艦隊で使うとちょっと使いにくいかもしれない。あ、これどうだろう。でちょっと裏側にも判定ある。あ、ダメだ。一応裏側にもねちょっとだけ判定あるから、うまいこと言ったらその別に後ろ側の敵にも当たるんですよね。なのでただあと簡単にするとこのキャラスピード型で攻撃力とヒットポイントがすごく低いから、その結構ねやっぱりなんだろう、捨て低いから死にやすいというか、結構ワクワクのみで亀系のやつ上乗せして2万上げてるのかな今。あまずい、これは下だけ死ぬパターンじゃない。おー危ねあー、いやとりあえずこれは1回挟まって加速パネルつけてから殴りに行きます。なのでやっぱね艦隊すると結構厳しいね。確か1万、今これレベル120にもしてるんですけど、確かそれでも1万9000後半くらいだったんで、全く鍛えてないと、8万にもいかないんですよね。なのでちょっと、まあ、友情と、あとスピードに全振りしてる。あとは、戦型の書も使ったら超スピード型になるっていう、結構強みがあるから、その分攻撃力と HP はすごく低いよ、みたいな。ただその分友情は結構強いから、あとはあれだね、反射だから、ちょっと敵の裏側に行かないと当てられないんで、まあこれは多分いけるかな。これは当たる、これは当たる。で、闇属性の友情、属性を乗ってるんですけど、だからこれ、まあ、これはコピーできないけど、多分後々、新しく来た時には、きっと、あれが来ると思う。水属性とか来たら、もっと威力上がるんですよね。1.5 倍。で、コピーもできるようになったら、すごく強そうね。あと、気弾っていう必中友情も、一応持ってるから、まあ、あとこれ悲しいパターン。なので、まあちょっと、癖はあるけど結構強い友情。あ、これ当たる当たる。あとサムネ映えする、これめちゃくちゃ。当たった時のこのエフェクト。多分単体火力の友情だと一番強いんじゃないのかな、きっと。これは狙ってないっす。で、あといいところは、すでに触れてる。これ、壁に触れた数だけ威力がある。だから最大、4面触れて威力すごい上がるっていう仕様なんですけど、すでに触れてる壁も、いいんで、だから味方にこうやって、イリアに触れた後に、新たにまた壁を踏まないといけないみたいなことがないんで、例えば先に4面触れておけば最初から最大威力になってるみたいな。多分その辺はどっかで分かりやすいパターン見せられると思うんですけど、今はちょっと、見せられないね。あとは SS も実況化だから普通に使い勝手良さそう。おこれいい感じじゃない、これいい感じじゃない。うわ、2体か2体でこれだからね、3体当たってたらもうほぼ死にかけみたいな感じで、しかも闇属性だから。でもこれだけ多分味方がいれば、例えばなんだろう、先にゼロフレから、壁ゼロフレから始まると、ちょっとずつだんだんこの光のエフェクトが大きくなる。で、これ。で、最後最大火力でシュイーンって音が多分聞こえてるかもしれないです。で、これ悲しいパターンね。なので、で、これ先に、壁をたくさん触れてから、まあ、こんな感じでいくか。こうやって先に3面触れて、で、先にこうやって触れておくと、もうシュイーンって音がしないままいけるんですよ。あー、これいけるな。これはいったな。
で、あと範囲広いんですよね。多分4面触れてからだと、まあ、ボスの大きさにもよるけど、反対側から当てても弱点の反対側から当てても、弱点判定拾うくらい範囲が広くなる。ただそしたら、狙った位置に止めにくくなるから、みたいな。でもこうやって適当に、あ、これやべ、これはやばい、これはやばい、あ、でもこれ当たるな。なので3面でも結構判定広いから、アルカディアぐらいの弱点の広さだったら全然大丈夫みたいな。これも適当に、まあ、とりあえず斜め打ちして、とりあえず友情出してくれればなんとかなるかなみたいな感じがあるから、多分これもいける。おお。いや、もう闇属性の友情でこんなにコケにされていいんですかって感じ。適当にこうやって暴れて、あとゲージ飛ばしもうまくいけばできる。おこれは、いや、これ2体か。なのでゲージ飛ばしもね、狙える友情なんですよ。だから例えばなんだろう、これ光時の位置で厳選したんですけど、うまいこと当たればゲージ飛ぶこともあった。あー、これ失敗したな。まあこれ SS 使います。で SS はアイテム吸収っていって、まあ、画面上にあるアイテムを全部、ゲットしてから動き出すっていう。なので、例えば、ハートを取るために、無駄な行動をしないといけないみたいな。本当だったら横勘したいけど、その、ハート取らないと死ぬから、なんだろう、縦勘とか、縦勘じゃない、なんか別のルート行かなきゃいけない時も、この SS あれば、ちゃんといけるよ、みたいな。で、これだと今、2面か。2面だとそんなに威力高くないんですよね。やっぱり、暴れて、まあ、運かな。運で、ちょっと、運にかけるか、あと3面とかで、ある程度配置するかみたいな。お、これは映えるんじゃない？おー、映え。めちゃくちゃ映えるわ。なので、使ってて楽しいんですよね。威力高いし、なんか、エフェクトも派手だし。まあ、アイテム使ってるからあれだけど、アルカディアぐらいなら、とりあえず適当に暴れてるだけで、割となんとかなる。で、しかもさらにこれ超スピードが出て、あー、これはちょっと良くないな。2面かな ?2 面だから範囲狭いんですよね。まあ、これで適当に拾って、うわー、いつも拾いたかったけど。あ、でもこれは多分ハトホルに当たるから結構処理できるんじゃない。ただあんまりそのなんかこの雑魚を狙って倒すみたいなことは難しいから、なんだろう、チップ層とか闇豪術のあっちの方、あ、しまった、これ下から行けばよかった。あー、これ3面だね。お上当たんねえかな。上、あー、くそ、映えない、これは映えない。うわ、これ映えないな、映えないまま終わっちゃう。まあ、いっか。サムネは多分、ボス2のあの映えたところきっと使ってると思う。で、ガイドで回収して、まあ、あんまり意味ないけど。あ、起動すか、起弾が当たっちゃったのか。じゃあ、これで終わります。バイバイ。